たいと思います。次はですね、ちょっとバッテンを作ってください。まあ、何でも目印があればいいと思います。そしたらバッテンの真ん中に立ってください。で、まずはこのまま足を開かずに突く練習をしてみましょう。はい、ゆっくり腰の使い方とか、それをね、しっかり意識してやってみてください。で、力いっぱいございます。まあ、普段は10回から20回ぐらいでいければいいと思います。丹田しっかり締めて、場所に戻れるようにずれてしまわないように意識をします。ゆっくり1、2、3、常に真ん中にいること、4、5、はい、いいですね。常に自分の真ん中を突く、真ん中にいることを覚えてください。はい、ほら早くやってみます。10回いきます。なってみてください。はい、それでは次の練習に行きます。